10月6日、夕の御言葉。モーセが苦主人の女をめとっていた。民数記12章一節。モーセは不思議な選択をしたものである。しかし、それよりもさらに不思議なのは、モーセに勝る偉大なお方の選択である。百合のように美しい私たちの主は、 どうしようもない罪人と結婚関係を結ばれた。イエスの愛が哀れな失われた罪人の上に注がれたということは、天使たちにとって驚くべきことであった。信者の一人一人がイエスの愛の意識に満たされるとき、全く価値のない自分にこのような愛が注がれていることを共嘆するに違いない。私たちは自分の隠れた罪、不忠実、 邪悪を知っている。巨大な、しかも年頃な恵みを思うとき、私たちは感謝と賛美に満たされる。イエスはその愛の根拠を、ご自身の心の中に見出されたに違いない。主はそれを、私たちのうちに見出すことができなかった。なぜなら、私たちの中に、そのようなものは何もないからである。私たちは、改心後においてさえ、 恵みが私たちを美しくしたとはいえ、まだ真っ黒である。信仰の人、ラザフォードが自分について次のように言ったが、それは私たちにも当てはまる。主と私との関係は、私が病人で、主が私の必要とする医者である。ああ、私はキリストに対して、いかにしばしば無提限な態度をとったことだろう。主が縛られると、 私は時、主が立てられると私は倒した。私はキリストと争うが、主は一日に二十度も私と和らがれる。私の魂の最も優しく忠実な夫よ。私たちをあなたの見姿のようにさせる慈しみ深いあなたの見技を続けてください。私たちのようなものを 傷も穢れもないものとして、あなたの見舞いに立たせてくださるまで。モーセは、苦手人の女と結婚したことで非難された。彼も、彼の妻も嫌な目で見られた。この虚しい世が、イエスとその花嫁に反対したからと言って、特に、罪人たちが改心した時に反対したからと言って、あなたは驚くだろうか。 いつもパリサイ人の反対の論拠となったのは、この人は罪人を受け入れているということであった。この非難の種は今でも残っている。